どうもこんにちは。どうもこんにちは。のらりくらりネタミソネミの松田と竹澤です。お願いします。お願いします、いやーね、終わりましたけども、うん、収録の方がまあうまく最初にしたネタミソネミ出たんじゃないでしょうか。ね、自分らしいネタミとソネミがね、うん、俺の名ね、娘の名前ソネミちゃんにしたいってのも言えたし、うん、うん、それ聞いてから俺はもう男の子が生まれてもネタミ君にしようと思ってるしね。なんで生まれたら教えてないし、教え10個ぐらい年の差開いちゃったらなんか気まずくなっちゃうけどね。なんか早めね、じゃあね、うん、お互いちょっと合わせて、まあね、今日いろいろコーナーもやりましたけども、なんだっけ、名言とね、あ、名言と、この言葉知ってる、うん、そうね、若干なんか乗り切ったのかなっていう感じはあるけど、まあそうですね、うん、でまあぜひこうネタミソネミに関するお手紙とかいただけるとありがたいですね。ありがたいですね。はい、これからものらりくらりネタミソネミお願いします。お願いします。